はい、どうもこんにちは、ちるこです。今日はですね、お待たせしました、質問コーナーの回答ですね、やっていきたいと思います。思ったより、私からすればですよ、たくさん質問がありました、ありがとうございます。でね、全部答えられそうなので全部答えていきたいと思います。ではちょっと角度がねいつもと違うと思うんですけど、皆さんとコメントをね見ながら、回答していきたいと思います。では早速いきたいと思います。はい、まず、高一さんですね、ありがとうございます。質問ありますよ。ちるこさんは本名ですか、ひらがなでちるこですか、あとワンピースで好きなキャラベスト3をお願いします、かっこ欲しいキャラではなくてっていうことですね。で、似たような、質問がありましたので一緒にお答えしたいと思います。麦わらのドフィンさん、ワンピース好きなキャラベスト3教えていただきたいです。はい、ということですね。まずちるこさんは本名ですか、本名ではございません。全く違う名前です、本名は。ひらがなでちるこですか、そうです、ひらがなでちるこでお願いします。はい、私の名前ね、桜井ちるこっていうのはですね、まあ知ってる方がいると思うんですけども、私ミスチルが大好きなんです、大ファンなので、ボーカルの桜井さんの桜井とチルドレンのチルで、まあ一応女の子なんでね、ちるこで桜井ちるこっていう風に、名前決めました。はい、でワンピースですね、好きなキャラベスト3、まず第1位は、はい、そうですエースです。もう皆さんもうご存知のようにエースがもう大好きです。弟思いで、優しくて、でもめちゃめちゃ強くてかっこよくて、もう本当に大好きですはい、第2位はですね、サボかな、サボかな、3時、同率ぐらいなんですけど、第2位はサボかな、サボで、第3位は3時ですね。はい、第2位のサボはもう同じです、もうかっこよくて弟思いで、本当にかっこいいですよね、強くてかっこいいもう大好きです。で、サンジは女性に対して異様な優しさ、まず敵、相手が敵だろうと絶対に手を挙げない、これはもう本当に、もう本当に優しさですよね。もう女の人に手を挙げないっていうのはもうこれは当然のことだと思いますよ男子の皆様どうですか、挙げてはいけませんよ、手を挙げては。はいはい、といった感じでした。では次、センテンススプリングさん、漠然とトレクルっていかが思いますかで合ってますかね。トレクルってどう思いますかってことでいいかな。トレクルはですね、みんなと私をつなげてくれた、もう本当に素敵なゲームだと思います。もうまず楽しいですよね、みんなそうですよね、トレクルはもうめちゃめちゃ楽しいゲームだと思います。それになおかつこうみんなをとつなげてくれた、もう橋渡し、もうトリクルがなかったらもう本当にこんな楽しい時間を過ごしてなかったと思います。もうトリクルもう大好きです、もう本当に頭が上がらない、って感じですかね。はい
では次行きましょう。NT ターさんかな。なぜ YouTube 配信しようと思ったのでしょうか。ああ、そうですね。私ね、過去の動画見ていただくと分かると思うんですけど、ダンスダンスエボリューションっていうね、ダンスの踊るゲームを配信、動画上げてるんですけど、そのゲームをやるにあたってね、YouTube でこう再生をして、こう踊りを覚えるんですね。で、それが、その、なんて言うんですか、それがきっかけで、もうこうやって YouTube でこう、もし私が動画上げたら、果たしてどれだけの人が見てくれるのかなっていうのと、YouTube に動画を上げてみたいっていう、そういう理由で、それがきっかけです。なので、昔の動画見るとね、もうダンス動画が初めの方はいっぱいあると思います。はい、それが理由です。はい、じゃあ次行きましょう。B2K さんかな。はい、しるこさんこんばんは。こんばんは。3つの質問聞きたいです。個人的な質問かな。ご結婚されたんですか。子供あるんですか。子供いるんですか。ワンピースの質問、一番泣かされたシーンは何ですか。トリコの質問、チルコさんの一番楽しい船長誰ですか。外国人ですから私の下手な日本語を許してください。いやいやいや、全然下手ではございませんよ。ありがとうございます。個人的な質問ですね。結婚はしていません。なので子供もいません。一番泣かされたシーン、あのね、泣かされたっていうことですよね。まあでも一番もう泣くシーンはもうあのシーンでしょ。もうエースのあのシーンです。はい、もう断然ですね。で、あともう一個あるんですけど、あのメリーのシーンです。メリーが、ルフィがあのメリーに火をつけてこう沈めるっていうあのシーンですね。もうあそこも何回見てもダメですね。うん、はい。チルコさんの一番楽しい船長は誰ですか。一番楽しいのは今あの急浮上中のあのサボパーティーです。自由パーティーですね。あのサボ使ってるっていうのがまず嬉しいですね。で、サボ、ルフィって使えてるんですよ。あともうエースが来ればもう完璧なんですけど。はい、はい、次行きましょう。猫ナーダさん、質問です。たかしさんの動画の中で一番印象に残ってるのはどれですか。あー、そうですね、もう印象に残ってるっていうことで言うと、あの動画ですね。たかしさんの、なんか質問のコーナーで、たかしさんってバク転できるんですか。まあできないですよねみたいな、そんな感じの質問があって、で、それをたかしさんが本当に実際にバク転しちゃうっていうあの動画です。あれがめちゃめちゃ印象に残ってますね。私初め見た時に、ああこれどういうオチなのかなっていう風に思ってたんですよ。そしたら本当にバク転してると思って、もうあれはめちゃめちゃ何回も見ました。うわ、かっこいいって思いましたね。はい、で、それであとですね、たかしさんの動画の中で、一番好きな動画なんですけど、まあ、一番好きってまあ決めらんないんですけどね、まあ、よく見る動画が、あの無表情チャレンジの、 あの Wii U を開けてみたっていうあの動画です。あれがもう本当に大好きで、もう何回見てももう本当に笑っちゃいます。無表情、嬉しさをこう
我慢しすぎてこう吹けちゃったのかなとか、もうあれはもう本当に何回見ても面白くないですか。どうですかね。で、あとは視聴者 T 君が私めちゃめちゃもう大好きです。あのキャラはちょっと最近見てないんですけど、もう動画になんか上げてほしいです。あの主役として。そうなんです。猫さんはどうですか、好きな印象に残っている動画誰ですかね、どれですかね、皆さんもどうですか。はい、じゃあ次の質問ですね。はい、たっちゃんありがとうございます。エース以外の好きなキャラは、あ、これはね、先ほど、言った通り、エース以外の好きなキャラはサボとサンジです。はい、フィギュア紹介して、ワンピースの好きなセリフはっていうことですね。まずね、好きなセリフはですね、私ボンちゃんのセリフが好きなんですよ。ボンちゃんのセリフです。ですね、どれが一番っていうのはちょっと決めらんないんですけども、友情ってやつは付き合った時間とは関係なしとかね、と何かな、ダチだからよ、理由なんざ他にはいらねえとかね。あと地獄にも咲く一輪のダチかな、ダチの花寄せては返す波跡に忘れがたみの花びら残し、いつか再び咲かせてみせよう、オカマウェイ。最高ですね、このボンちゃんのルフィね、この友達に対するこの思い、もうみんなっていうか、もう本当にもうこんなに友達のことを思ってるボンちゃんって本当すごいと思う。もう私もこうやって見習わなきゃなって思いますね。友達を大切にしたいと思います。で、あとはね、他にはエースの言葉ですね。はい、ですね、エースの俺は生まれてきてもよかったのか、欲しかったのはその答えだった。これ最近ね、トリクルであったんですけど、名声ね、欲しかったのは名声とかじゃなくて、もう生まれてきてもよかったのか、その答えだった。生まれてきてもう絶対いいですよね、そんなのよかったに決まってるんじゃないですか。もうだから本当にこれはみんなに言えることだと思います。もう生まれてきてよかったって、もうみんな生まれてきていいに当たり前です。で、きっと自分に必要としている人が必ずいます。自分なんか生まれてこなきゃよかったなんてね、思ってる人いたら、それは全く間違いです。必ずあなたを必要としている人が必ずいます。だからそんな風に思わないで。って思うんですよね。このだからエースのセリフはそういうことを言ってると思います。フィギュア紹介してっていうことなので、フィギュア紹介していきたいと思います。こっちにあるんですけどね。じゃあフィギュア紹介しましょう。あ、そうだそうだ。で、それでね、その似たようなね、質問がありました。マスカルマイクさん、お気に入りのフィギュアはっていうことなので、それも一緒にね紹介したいと思います。それではあっちに行きます。はい、ということで、フィギュアの紹介でございます。で、この辺はですね、くじで当たった親父でございます。もうめちゃめちゃびっくりしました。は
はい、でこの辺にミホークとかメリーとかのフィギュアがありますね。この箱に出してないのは特に理由はないですただ出してないだけ。はい、はい、じゃあ次はこんな感じで、この辺があの私の動画の後ろによく飾ってあるフィギュアですね。ここから選んで、今日はどうしようかなって出しています。でこの奥のサブが、これは、ジャッシュさんの、その YouTube の登録5000人、おめでとうのプレゼント企画でまさか私が当たるっていうその記念のサボです。もう本当にびっくりして本当に嬉しいです。ありがとうございます、ジャッシュさん、はい、この辺は USJ の、の時に買ってきたものです。こんな感じですね。これは何ですか。あ、これはフィルムゴールドですね。新聞があって、いや、ピアスです。はい、じゃあ次、この辺はあのくじのですね。くじとかあの仕事場の方からいただいたものとかがあります。コップが多いかなね。こんな感じです。はい、次はこれですね。はい、じゃーん、もうこれかっこよすぎる。もう私ほんと三兄弟大好きなんで、もうこのフィギュアはもう本当に大好きです。あのお気に入りのフィギュアはこれ、かなと、ちょっと待ってくださいね。でこんな感じです。後ろはメリーかな、メリーですね。はい、トランプがね、あの2回行って2回とももらうっていう感じです。はい、でこの上は、はい、私の宝物でございます。たかしさんとジャッシュさんのサインです。携帯に、あ、もう薄い携帯に書いてもらった。こんな感じで、これはたかしさんの、ファンミーティングの時にあの当たったゾロのフィギュアです。めちゃめちゃ嬉しかったです。で、お気に入りのフィギュアは、これか、この三兄弟のフィギュアかな。もうちょっとね、コーツつきがたいんですが、この2つですかね。この三兄弟のフィギュアが、これと、このフィギュアがもうお気に入りでございます。はい、こんな感じで、はい、ということで、じゃあ次行きましょう。はい、次の質問、なんて読むかな、ちょっとお名前が読めなくて申し訳ないです。質問ではないですが、あられちゃんメガネはやめておしゃれなやつに変えた方が綺麗に見えますよ。余計なこと言ってすみません。いやいや、そんな謝ることはないですよ。ありがとうございます。このメガネはですね、ちょっと理由があります。その理由はですね、ちょっと次の質問にでお答えしたいと思います。はい、中西さん、好きな YouTuber は誰ですか。これはもう断然、たかしさんです。はい、たかしさんとジャッシュさんが大好きです。で、そのこのメガネはそのたかしさんの真似をして、この黒縁メガネを選びました。はい、そういう理由です。はい、そうですね、たかしさんはあのもうみんなを元気にしたいっていうね、そういう活動をしてて、もう十分元気もらってるんですけど、もうまだまだもうずっとね、こう元気をこうもらえて、そしてもう本当に純粋な人ですよね。うん、あんなピュアな人が本当にいるんだなっていう感じがいたします。はい、もう本当に尊敬してる YouTuber さんですね。うん、
で、あとジャッシュさんもあの動画の中でも「ヘイジャッシュです」ってもう元気いっぱいなんですけど、もうめちゃめちゃ優しい人です。もう優しくってもう気にかけてくれて、あの本当に、助けてもらったんです私ジャッシュさんに。はい、なのでたかしさんとジャッシュさんが好きな YouTuber です。はい、では次行きましょう。ちょっとね似たような、ちょっと質問がありますので、答えたいと思います。山田屋さんかな、山田屋さん、どうしてそんなに可愛いんですか。どうもポンです。船長はいつからそんなに可愛いんですかっていうことなんですが、そんなね全然そんな可愛いとかね、そんな昔からとかね、そんなこと言われたってね、そんなことありますよあのね、そんなこと思っておりません好きな食べ物と嫌いな食べ物は何ですか。これもですね、ドビー君から同じ質問がありましたので紹介します。いつも動画楽しく拝見させてもらっています。ありがとうございます。チルコさんに質問です。好きな食べ物ベスト3を教えてください。くだらない質問ですみません。全然ないね、くだらなくない。ちなみに僕は1位焼き鳥、2位お寿司、3位たこ焼きです。3つともいいよね。ですね、好きな食べ物ベスト3、まず第1位はもう甘いものです。どれが1位ってこう決めらんないぐらい、もう甘いもの本当に全般大好きです。特にチーズケーキかな。チーズケーキは結構いろんなところのチーズケーキ食べてるぐらい好きですね。はい、第2位は鶏肉です。鶏肉、お肉の中で鶏肉がもう断然大好きです。もも肉、あのケンタッキーとかね、もう大好きですね。はい、第3位は何かな、ぶどうかな。果物の中でぶどうが一番好きなんですよね。ちょっとかなっていう感じですけど、まあそんな感じですね。はい、それで嫌いな食べ物は何ですかっていうことなんですけど、ちょっと笑っちゃうと思うんですけど、嫌いな食べ物は生クリームですもう一番第一位が甘いものなんですけど、もう肝心な生クリームはちょっとダメなんです。あの食べようと思えば食べれるんですけど、もうなんかなんて言えばいいんですか、胃がなんかもたれちゃうんですよね。生クリームってこうなんか油っぽいっていうんですかね、歳なのかなもう致命的なんですよ。だからいちごのショートケーキとかもうほんと食べないです。あの大丈夫な生クリームだったら食べれるんですけど、あの選ばないですね、まずあのケーキってはい、では次の質問ですね。鈴木さん、ワンピースのアニメで一番感動したシーンはどこですか。感動っていうことですよね。感動したシーンはですね、あのビビのところかな。あのビビが、ね、こう覚醒器で、こう覚醒器でですね、いつかまた会えたらもう一度の仲間と呼んでくれますか、ここです。そしたらもう海軍が気づいています、ビビに。海軍が気づいてるから、このまま黙って別れましょう。でこの左のバツの印、あそこが感動かな。こういつまでも仲間っていうことですよね。本当あそこは感動したシーンです。はい、次、ちびまる子さん、トレクルサブアカはフレンド募集しないのですか。そうですね、してもいいんですが、しません。サブアカはですね、本当にログインのみですし、本当に
そうですね、皆さんの枠に、いても本当になんか申し訳ないっていう感じのレベルだし、解放も何も本当に育ててないので、これはしません、ごめんなさい。はいはい、じゃあ次ですね。はい、みずきちゃんからいただきました、ありがとうございます。ちるこさんこんにちは、いつも動画楽しく拝見しております、ありがとうございます。質問ですが、ミスチルで一番好きな曲は何ですか？絞れないとは思いますが、うんうん、確かに絞れない私は名もなき歌が一番好きなのですが、詳しくないのでおすすめの曲を教えてほしいです。これからも応援してます、おい、ありがとう。はい、ミスチルの中で一番好きな曲はみずきちゃんと同じ、私も名もなき歌です。名もなき歌はもうみんながきっともうなんかこう本当元気にしてくれる歌だと思うんですよね。自分一人でじゃなくってこうやって桜井さんもそうなんだとかみんなもそうなんだっていう風に思えてくれる、うん、よし頑張ろうって思える曲だと思います、名もなき歌は。うん、はい、ということで、おすすめの曲、ミスチルのおすすめの曲はですね、くるみっていう曲をおすすめします。この歌詞なんですけどね、出会いの数だけ別れは増える、それでも希望に胸は震え、十字路に出くわすたび迷いもするだろうけどっていう歌詞があるんですよ。出会いの数だけ別れは増える、なんかちょっと悲しいけど、でも本当にそうだなってなんかこう思えることがあって、うん、もうきっとねみんなもそういう経験したと思うんですよね。出会いの数だけこう別れはあるけど、でも別れの数だけ出会いがありませんか。そういう風に思うんですよね私。もうこうやってみんなとこうやって出会ってるし、なんかこうシンプルなこと言われてるけど、うん、なんか。こういう出会いをね、なんか、せっかくこうやってみんなと出会ったからすごい大切にしたいなって思うんですよ。そんなことを思うんですよね、この曲を聴くと、うん、こうやってみんなと出会って、みんなのことなんかすごい大事にしたいなって思うんですよねなんか偉そうだけど、なんかそういう風に思える曲なんで、ちょっとおすすめします。ちょっと聴いてみてください。はいはい、では次の質問いきましょう。はい、次の質問です。手長さんからいただきました、ありがとうございます。はい、質問、ワンピースを知ったきっかけは何ですかっていうことです。ワンピースを知ったきっかけはですね、高校時代なんですけど、友達がね、ワンピースを読んでたんです。でその友達がもうチョッパーとかも大好きで、キーホルダーとかつけたりとかして、それを見てたんですね。へえ、かわいいねなんて言って話してて、このワンピースっていうアニメ漫画知らないのっていうこと で教えてもらって、それがきっかけなんですよね。はい、なのでもう友達がいなかったらワンピースを知りません。なのでその友達に本当に大感謝してます。うん、もう今はね友達ちょっと遠のいちゃって、ワンピースからもう私の方がもうどっぷりもうワンピースに使っちゃいましたはい、そんな感じです。はい、はい、では次の質問ですね。鈴木さんです。彼氏はいるんですか？仕事は何してるんですか？ということです。彼氏はいません。はい、で仕事はですね、病院の中の、患者さんのご飯を作っている仕事をしてます。よくねちょっと言われるんですけど、栄養士って言われるんですけど、栄養士ではないんですよ。調理師です。調理師の免許を持っております。なので、まあ、作る人ですね、うん、なのでねそんな仕事をしております。はい、はい、じゃあ次の質問です。
谷島さんからいただきました。ありがとうございます。質問です。船長の次なる野望は。野望か、野望というかですね、目標があります。次の目標はこの YouTube のこのチャンネルが1000人行くことですかね。それを今目標にしております。はい。で、そうですね、ちょっと大きな野望というか、今思ってるのは、私が私のことを目指して、なんかこう目標にしていただけたらちょっと嬉しいですね。私はね、たかしさんを尊敬してる YouTuber さんなんですけど、私をこうちるこさんみたいになりたいとか、そういう目標に掲げられるような YouTuber になりたいと思います。そのためにはね、もうもっともっともう頑張らなくてはいけないなって思うんですけど、そんな風に言っていただいたらもう本当に嬉しいですね。そんなことを、まあ野望とは言えないんですけどね、そんなことを目標に、思っております。はい、はい、ということで、質問を回答させていただきました。どうでしたかね。私のことがね、少しは分かっていただけたのかなっていう感じなんですが、ちょっとコメント欄に感想を聞かせてください。どうだったんだろうっていう感じなのでね。はい、そんな感じでした。本当に皆さん質問ありがとうございました。思っていたよりたくさんいただいたので本当に嬉しいです。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。